では、ちーちゃん、はい、はい、ありがとうございます、うん、ね、私はね、男性トレーナー研修が始まった時っていうのはまだ会社員だったんですよね。ファッションビジネス専門のコンサルタント会社の会社員だったんです。さっきみっちゃんが29年で辞めたって言ったけど、私もちょうど29年でしたね、まあ、ある意味29年も勤めてると、まあ、ベテランではあるんだけど、一方でなんかね、マンネリと不完全燃焼のなんかループの中にいたような気がするんですよね。でもそんな中でも私は結構生き抜く力をつけておきたいと思っていて、さらに遡ること10年前、2003年4年あたりからプロコーチとして仕事も始めていてね、いわゆるプロコーチとして収入も得られる道を作っていて、いわゆる収入を2つ得られるようなダブルキャリアですね、2つの道でキャリアを磨くという、そういう働き方をしてたんですね。で、当時の私の住まいのありようは、まあ、あちらこちらでもバレてますけど、ほぼお部屋状態でした。で、なんかね、片付けをすごい軽く見ていて、片付けぐらいいつでもできると思っていたし、もう他にもっと大事なことがあるし、やることあるしとか思っちゃったりしてね、すごい片付け、断捨離じゃない、片付けをすごい軽く見ていたところがありましたね。それで、まあ、いずれ自分も独立起業して実業の世界で自分を試してみたいなっていう思いがあったんですけれども、ただね、いつも思うことは、今の私には無理、まだまだ実力が足りない、だから不満はあっても安定収入が得られる会社を辞めようとまでは思ってなかったんですよね。だけど不満の分だけ洋服が増えて、不満の分だけ靴やバッグや、まあ、本や資料やそういったものがどん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 増えていくという状態だったんですよね。不満とか不安の分増えていく感じでしたかね。で、実は断捨離トレーナーになったとしても、本格的に活動するのはなんかね、現役が終えてからかなっていう感じ、もっと先、60歳超えてからとか、そんなイメージを持ってたんですね。ところが、そのトレーナー講習の最中に私の考えが一変するわけなんですよね。どんなテーマだったか忘れちゃったんですけど、私が話した内容に関して私にひで子さんがこんな風に言ったんですよ。どんなに準備してもちーちゃんはまだ知識が足りない、まだ経験が足りない、まだ人脈が足りない、まだ資金が足りないって、足りないものばかりに目を向けて、意識を向けて、ちーちゃんは本気で自分を試したいのっていう質問で、独立したいの、したくないの、どっちっていう究極のシンプルな質問をされたんですよ。まあ、それはもう自分の本音を見つめるにはすごくいい質問だったんですけど、まあ、もともとね、会社が嫌だから辞めるって、それは最初からそんな選択はありえないと思ってたんですけども、なんか独立して自分を試してみたいっていう気持ちが、あ、今強いなっていうのをその時確認したんですよね。断捨離と出会った時に、断捨離はコーチングだなってすぐに思ったので、しかも最もこう実践的なコーチングはが断捨離だと思ってたから、まあ、断捨離トレーナーとして生きるイコールコーチとして生きるのとイコールなのかなってどこかでは思ってたんですけど、まあ、そんなこんなでね、ひで子さんのその質問をきっかけにして、会社を続けるでもなく、辞めて断捨離トレーナーに専念するでもなく、第三の選択肢として、独立起業しちゃうっていう道を選んだんですよね。だからトレーナーになった今年、2014年に法人を設立してるんですね。それまでやってきたプロモーション事業と研修事業の2本柱で会社を始めたわけなんですけども、でその時にね、会社が軌道に乗るまでは大変だろうから、数年はそっちに専念していいからねって、ひで子さんからね、すごい温かい言葉もいただいてきたんです。で、どうなるかわからない、わからないことは不安、怖いですよね。だから不満を抱えながらも、まあまあな安定した人生を送る、まあ、それまでの私だったらそんな選択をしてたと思うんですけれども、なんかね、足が震えるほど怖いんだけど、でもその先に何があるか、どうしても関心がそっちに向いちゃう自分もいたんですよね。で、その気持ちをなかったことにしてはもうできないって思った、与えられた命を精一杯使い切る、まあ、そういう生き方がしたいなって、
断捨離の実践をしてきて本当にそう思ったんですよね。で、会社を軌道に乗せるのに実際3年半かかったんですけれども、でもね、すごい短い、期間短かったと思うんです。3年半で軌道に乗せられたのは早かったと思うんですけど、それもね、思うんですよ。迷った時、不安になった時は物に向き合う、断捨離するってことですよね。断捨離マインドで選択と集中、それがビジネスにもすごいいい影響を与えたんじゃないかと思っていて、で、独立した時はファッションビジネスの世界で独立するのが今までの流れからしたらそうなんだろうなと思ったんだけれども、結局断捨離マインドで自分の気持ちに正直になってやってきたところ、今ファッションビジネスの仕事一本もやってないんですね、うん、女性向けの美容と健康のコンテンツ開発と研修事業をやってるんですけど、全然独立した時に思ってた内容と全く違うことをやっていて、自分がそんなことができるなんて思ってもいなかった。なんかこうチャンスが来た時に、やったことないけどやらせてくださいっていう気持ちで迎えたのは、断捨離やってきたからかなっていう気がしますね。それでね、まあ2017年かな、ちょうど会社が軌道に乗って少し余裕が出てきたことと、ちょうど母親を看取って気持ちの切り替えが必要だったこともあって、自宅訪問サポートから断捨離トレーナーとしての活動を始めたわけなんですけど、そして2018年以降はセミナーとか講演会も積極的に挑戦してきて、まあ、現在に至るという、簡単に言うとそんな感じなんですけどね、うん、ここまで、話してみてね、本当に自分でも思うんですけど、私結構努力家なんですよね。コツコツ努力家だと思うんです、うん、だけどその努力が期待からなのか不安からなのかって、これよく見ないといけないなっていうのはね、すごく思うんですよね。期待からなのか不安なのか、そこをよく見極めないと結果がね、大きく違ってくるなって思うんですよ、うんうん、怖いより期待が上回った時、怖いより興味関心が上回った時、そしてそこに時とところと自分が一致したら、もうそれはゴーしかないなって今は思ってるんですけどね、まあ、そんなことを思いながら過ごしている、そんな状況でございます、うん、素晴らしい。じゃあ、ふみこさんはどうですか？いや、もうそんな千里さんの話の後にもう喋れないんですけど。何言ってんの？千里さん、ほら、トレーナー講師入るまで全然断捨離知らなかったじゃないですか。うん、そう、知らなかった、ね、でしょ、ね、年末に本読んで次の、ね、うん、4月から、そうそう、いや、私もまるっきり一緒だったので、そうそうそう、 だ、 ね、うん、だから同じ部類の人だと勝手に思ってたんだけど、もう全然レベルが違ってて、まあ後でごめんなさいっていう感じだったんですけどね。でも私はほら、シャスさんは断捨離のコーチングだってちゃんと理解して入ってるけど、はい、私はただのほら片付けられないおばさんだったから、ただただ片付けたい一心でトレーナー講師に入ったというね。そういう意味では私もトレーナーになるのかならないのかちょっと分かんないまま発信したような、そんなところがありました、うん、で今回オープニングに少し前に入っていただいた方のオープニング、こうスライドショーがあったんですけど、うん、それ作るのを担当したんですね。でそれ作るためにみんなから写真をね、昔の写真とか送ってもらって、こういろいろ選別しているときにですね、気づいたんですよ。みんなひでこさんとのツーショット写真が結構あって、一部ね使わせてもらったりしたんだけど、私はねないんですよ。で気づいたっていうかね、知ってたっていうか、意図的に撮ってなかったのであるはずもないんだけど、そのことを改めて思い出したんです。で私実はずっと山下ひでこに近づかないようにしてたんです。ひでこさんショック聞いてない、聞いてないですね。で私はアシスタントトレーナーとしてスタートして、で最初は1年目はとにかく断捨離の入門編とかね、基本の講座をずっとやってました。2年目にトレーナーに昇格はしたんだけど、変わることなく、自分としては変わらず何をやってるのかなって思ってる時に、当時はちょっと珍しかったんですけど、私は自宅訪問をねやっていこうと思って、うんうん、そうだったね、そう、15年からやりだした。で初めてご依頼をいただいて、しかもこう繰り返しある期間までに片付けたいからということで、繰り返し訪問するってことを何度かやってたんですけど、ある日突然こうパタンとシャッターを下ろされて、ものの見事に玉砕したんですね。初めての自宅サポートで玉砕をしてしまいました。今思えば、今なら分かるんですけど、私はその方のこうお気持ちに沿うことなく、ただただ片付けるっていう、この日までに片付けるっていう、本当に物の片付けだけを
やっちゃったんですね。で、心を見てないので信頼されませんよね。それがもう出だしの大きな失敗で、じゃあどうしたらいいんだろうっていうのがもう分かんなくなってですね、当時ね、ある研修でひで子さんから、あなたのふみこさんのブログに書いてあることはお片付けねって言われたのが、断捨離じゃなくてお片付けねって言われたことがあるんですよ。うん、で、うんな、なんかね、分かるような分かんないような分かってなかったんですね、実はね。いや、でもだって物の片付けからでしょって思ってて、書いてるんだけどなって思ったんだけど、その表面的なことしか分かってなかったんですよね。このままではちょっとね、どう進んでいっていいか分かんないので、なんか受講してくださる方とか依頼してくださる方のこう接し方とかを学びたいと思って、今もありますけど断捨離実践徹底サポートコースっていうじゃないですか、ひで子さんが主催の少人数のグループで、連続講座ですよね、9月の連続講座に毎回サポーターとしてトレーナーが入るんですけど、そこに立候補したんですよね。で、そこでひで子さんの在り方とかを学ぼうって思って入ったんだけど、そこでもやっぱりひで子さんの近くにいると落ち着かないっていうか、なんか場違いな感じがして、特に2人になりたくないみたいな感じだったんです。で、その翌年にですね、2016年なんだけど、たまたまある雑誌の取材でひで子さんがね、ある方のお家に訪問して、断捨離をするところを雑誌に載せるっていう企画がありまして、で、お一人だと大変なので、誰かサポート入りませんかってチャットで募集があったんですよ。で、結構直前、2日前とかだったのかな。で、みんなも予定が入ってるから、結局私一人だったんですね、手を挙げたのが。で、すごいいい機会だし、現場でひで子さん一緒にいられるってすごい、ね、ラッキーなことなんだけど、やっぱり嬉しいんだけど、やっぱり緊張してるんですよ、ひで子さんと2人でいることが。なので、当時ね、みんなにも個別に連絡したんですけど、本当みんなダメで、ちょっとある別の人に来れないですかって言って、もう終わる頃ギリギリだったんですけど、最後駆けつけてもらって、で、最後そのお家から駅まで帰るタクシーを二人きりにならずに済んだっていうことで、ほっと胸を出をしたような記憶があるぐらい嫌だったんですね。今と違ってね、当時は活動してるトレーナーも少なかったし、ひで子さんという師匠から直接指導していただけるチャンスがあったのに、なんかそこまで尻込みをしてたのは、何だったかって言うと、やっぱり、ね、自信がないの一言だったんですよね。自信がなかった。実際私はその学びも実践も足りてなかったんだなって今は思います。知識ゼロで、ただ家の片付けをしたかっただけでトレーナー講習に入っちゃったっていう、なんかこう引け目もあったし、藤見ちゃんとかもめっちゃ、ね、4年、その4年前から、ね、セミナーにも出てたし、そうそう、なんかね、心理の、ね、視察さんとかはそのコーチングのプロだしみたいなことで、みんなすごいのになんか私だけみたいな感じがあって、で、理解がまだまだ浅くてですね、浅いことをなんかひで子さんに見抜かれるのが怖かったと思うんですよ。でもそんなこととっくに見抜いてるんですよね。なのになんかこう怒られるじゃないけど、バレないようにみたいな、それが行動に出てたと思うんですよね。だったらとっととね、勉強してとっとと行動すればいいのに、なんだかんだ理由を作っては、まだ子供がとか、お金がとか言ってなかなかこう前に進もうとしなかったっていうのがありました。覚悟も勇気もなかったんですよね。で、変化の時は今思えばこの時だったかなと思うのが、うち断捨離しましたの初めてサポートに減らしてもらったの、あれは大きいよね。たまたまね、出演者の方が個人的に知っていたっていうご縁で、じゃあちょっと手伝ってってことだったんですけど、当初ね、裏方のお手伝いということで呼ばれて行ったら、いきなりマイクつけられて撮影ですって言われたんですよ。もう私、ほらさっきも言ったみたいにカメラ向けられることさえ魂に抜かれると思ったんですが、もうとんでもなくてですね、何お母ちゃんの教えか、そうそう思ったんだけど、でもそこには出演者の方とテレビの方しかいなくて、断捨離側はもう私しかいないわけですよ。断捨離代表で私がいるから、もう、ね、逃げるわけにはいかないっていうことになって、仕方なく超緊張しながらも脇き汗もほんとかいてですね、なんとかなので、本当にもう記憶ないんですよね、初めての時は。突然業法っていうんですかね。で、そこで、度胸がついたっていうか、やるしかない、
あの、そう、私はトレーナーなんだからっていう自覚がね、初めてそこでできたのかなっていう、18年ね、まだほんのちょっと前なんですけど、だから、また、ね、あの、他のトレーナーのね、みんなからしたらテレビ出れていいよねっていうところも、もちろんあると思うし、ありがたいと思うんだけど、私は、いや、その形じゃなくていいから、そんな、私の一番苦手な形でやってこなくてもいいのにって思ったけど、やっぱりこうね、望む形では来ないんだよね。来ないね。そうなんよ。でもとってもありがたいことなんですけどね。で、別の日に、まあ、最後の収録が終わって、駅までひで子さんと二人で帰って、その時にね、あの、ご飯食べて帰るって初めて誘われたんですよ。で、その時に、あの、何の違和感もなく、はい、喜んで返事できた自分にびっくりした。うん、ああ、そうか。なんか、その、いつの間にか、ひで子さんから逃げようっていうか、こう、断捨離から、遠ざかろうとしてるところがクリアできてたのかなっていう。そんなことがね、こうある時気がついたらそうなってたっていう感じ。時間かかったね。かかったね、本当に。結局自分で制限をかけてたって、ね、断捨離でよく言うけど、あ、これかっていう感じで、あの、気がついたのがつい、ね、2年も経ってないぐらい前の話でした。うん、そんなこんなです。ふみこさん、ありがとうございます。なんかね、私たちも初めて聞くような話も、みんなから聞けて、まあ、面白かった面もあるんだけど、やっぱりつくづく思うんだけど、自分の以外の人はみんなうまくやっているように見えるんだよね、見えるね、でも実際見えないところではね、心が折れそうで落ち込んでたり、まあ、もはやこれまでかと思う日があったり、トレーナーを続けてていいんだろうかとか、いつかクビになるんじゃないかと心配してるんですがね、まあ、大なり小なり葛藤している部分はあったんだと思うんですけど、うん、でもね、この何人の共通点が一つだけあると思うんですよ、うん、絶対断捨離トレーナーをやめるという選択肢を持っていない、あ、違う、絶対はここ、ここについて、断捨離トレーナーをやめるという選択肢を持っていないってことですね、うんうん、これはね、共通点で、断捨離トレーナーとして生きることを諦めない7人だなって思うんです、うん、でね、まあ、宝塚のように選ばれし精鋭による生き残り組とは全然違うんだけどではなく、しぶとく自力で生き残った組って言った方が、うん、まあ、なんかこう、しっくりくるかなっていう気がする。そうね、自分で生き残ってんねんって感じだよね。遅いけどね。そうね、時間かかるけどね。なんでこんな時間かかるの。でもまあそれも必要なプロセスなのかなという、うん、ではあの最後に、まあ、このしぶとい我らからこれからの目論見をね、ちょっとあのあんまり時間ないんで一言ずつになっちゃうんですけども、まあ、これからの目論見についてちょっと話してもらいたいと思うんですが、じゃあきみこさんからこれお願いしていいですか。はい、ね、目論見考えました。そう、考えてもいないけど、やっぱり考えたらね、大きく言うと、うん、断捨離で世界平和。おお、来たー。でもね、ほら、断捨離って部分即全体だよね。うんうんね。だからね、うん、でもさ、今お家の中が平和じゃないじゃないですか。うん、平和なお家もあるし、なんかね、内戦がある人とか、紛争してる人、ね、家族とか、まあね、お一人で住んでいても自分のことを責めているようなお部屋にねいるとか、まあ自分と自分との関係とかね、だからとにかくそのちっちゃいその家の中の平和を目指して、私は断捨離トレーナーを、うん、そういう幸せな家庭を、幸せっていうか、なんか自分がそういうところを作れるようになってもらえるように断捨離を伝えていきたいっていうのが目論見です。はい、ありがとうございます。じゃあ次の人指名してもらっていいですか。はい、あ、そうですね。じゃあリエさんはお願いします。はい、はい、私はですね、どんなに語弊があろうとも私の仕事はあなたに物を捨てさせることですと言い切って断捨離トレーナーで居続けます。はい、私自身がね、あの実際に捨てていろんなことを葛藤した中で、初めて大事なもの
大切にするものというのが見つけ出せましたのでね、ステルを通して皆さんの尊い命を救うお手伝いを語弊がありともやっていきたいと思います。厳しく強くそしてね真心込めて金だらいを落とし続けようと思います。素晴らしい。じゃあ私からじゃあ次バトンタッチ。そうですね、じゃあみっちゃん、みちおさん。はい、なんかね最近すごい思うんですけどね、まあ、何人かっていうかこう、ね、いろんな方に言ってるんですけど、もうこの時代俯瞰力つけたもん勝ちだと思ってるんですよ。何力？俯瞰力。あ、俯瞰力、俯瞰力、うんうんうん、それとね、自在力があげればね生き延びれるっていうのがあるので、うんうんうん、もうこの2つを持ってればね、なんか家庭内紛争も、まあね、それ以外のこともなんかいろんなことがこううまくいくのかなっていうふうに思うので、うん、なんかこの俯瞰力とかね、自在力っていうのを自分自身がね、もっとこう落とし込んだ上で、うん、こう皆さんに伝えれたらなっていうふうに目論んでおります。うん、ふみこさんお願いします。はい、私もね、いろいろ目論んでみたんですよ、大きなこともね。でもね、結局ね、ずっと変わらず、ひでこさんに最初、なんとかやってることをお片付けねって言われたけど、そこを私大事にしていこうと思って、うん、私自身が片付けられないことで、自分はダメだってずっと思ってきたので、うん、そう思ってる方がそんなこと思わなくていいように、うん、片付けられないこそ断捨離と出会って、うん、ね、ここからの人生生き生きと生きられるように、そのサポートをしていきたいと思ってます、うん、ということで次は、たかこさんお願いします。はい、はい、ひでこさんがね、よくほら世界、断捨離は世界を変える、まあ、宇宙を変えるって言ってますね、うんうん、宇宙って言ってますね。で、私はやっぱりその中で何を担えるかなって、私もやっぱり断捨離を世界に伝えたいって、でそのどこになっていくかいけるかなと思った時に、私やっぱり健康関係と栄養とかね、発達障害とかって専門でやってきたんだけれども、それで本当にこうそういうの伝えてきたけれども、断捨離をやって分かったんです。どんなにね、いろんな健康法があっても、まず断捨離から始めるって、もうそれがね、そしてその断捨離メソッドを見つける、その上でいろんなアプローチをしていくってことがね、もう最強の健康法なんだってことが、もう納得したので、もうそれを伝える人として生きようと決めました。おー、いいねー。やっぱり断捨離ってね、本当に、本当に自分を本気で大切にする生き方だなってしみじみ思うんですね。それを伝える人として一生死ぬまで伝えます。そう、ずっと現役で頑張ります。よろしくお願いします、はい、では藤見ちゃん。はい、じゃあ私は先ほども言ったんですけれども、まあね、地域を元気にしたいっていうの少しあって、うんうん、婿取り長女、地域を、島根を元気にするっていうのをね、目論んでいます。それでちょっとね、昨日私思いついた言葉があるので、それをちょっと最後にみんなにシェアしようかなって思います、シャツちゃんがね、なんで断捨離やめないのっていう問いかけをしてくれて考えたんだけれど、なんでだろうと思った時に、断捨離ってもう特別なものではなくって、もう自分のものっていうか、もう自然にあるものっていう感じがすごくしていて、それはなんだろうって考えた時に、断捨離はやっぱり呼吸かなってすごく思ったんですよね。で、もしやめるなら、やめるときはこの世にこの肉体がなくなるときかなと。おお、いいこと言うわ、なんかすごいそう思ったんですね。そしてもう一つ思ったことがあります、常に先を行く師匠、断捨離の道を切り開いてくださる、そこに続く先輩トレーナー、険しい道を整備してくださる、で同期の七人の仲間は横に並んだり、走っていったり、後ろから支えたり、前から手を引っ張ってくれたりしてくれる、なんかそうして歩んできた断捨離道かなって、なんか昨日すごく思ったんです。なので、これからもよろしくお願いします。
ね、こちらこそ、こちらこそこちらのエンディングに向かいたい感じがするんですけど。ごめんなさい、すごいそう思ったので。いや、すごい。リキサツさん残ってるよ。そうです。あれ、私最後に、うん、そうそう、リキサツさん。いや、ちょっといきなりチャラくなっちゃって申し訳ないんだけど、で去年の年末、私ハワイでノマドワーカーと暮らそう、うん、チャラいこと考えてたんですけど、うん、まあ、このコロナでね、状況は一変して、それどころじゃないんだけど、まあ、ますますこう意識は内に向いて、でもね、やっぱり今思ってることは、なんとかしたい、抜け出したいにしても、現状を変えたいにしても、やっぱりその先にある希望にフォーカスして、そこを支援していきたいな、あのお手伝いできたらいいなっていうことは、今すごく思ってますね。で、あと個人的には、ね、越境チャレンジだね。あんまり聞いたことないかもしれないけど、自分の制限を超えたところに向かってなんかチャレンジしたいなって思いはあって、なんかもっと刺激が欲しいんでしょうね、自分自身にね。そんな時なのかなと。いっぱい刺激あると思うけどね。うん、私欲張りだから。で、みんなの目論見聞けて本当嬉しい。うん、なんか力が湧いてきますよね。うん、頑張ろうと思う。うん、でね、もうみんながいいこと言ってくれたんで、私はまとめる必要全然ないんだけど、あの一応用意したんで、あのお伝えしますとね。はい、私たち一人一人が、ま、自分として生きていく道筋がもう断捨離道と一致していて、そのことが断捨離を多くの人に知っていただくことにつながったら、本当にそんな最高に幸せなことはないなと思うんですね。で、生きている限り悩んで葛藤することはあるんですけれども、生身の人間としてそんな姿もこれから見せていくことがあると思うんです。でもそんな時でも断捨離という引き算の解決法で、私たちがどのように自分自身と向き合っているのか、そんな姿もぜひ見ていただきたいなと思います。決してかっこいい姿じゃないと思いますけれども、そこもぜひ見ていただきたいなと思っています。で、楽しく過ごしてきましたけれども、そろそろ予定の時間となりまして、あっという間の時間でしたけれども、聞いてくださった皆様に一つでも心に残る何かがあったとしたら本当に嬉しいです。最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。また明日以降どこかでお目にかかることがあると思います。私たち断捨離トレーナーはいつでも皆さんの味方としてそばにいますので、いつでもお声かけいただきたいと思います。ありがとうございました。それでは最後に全員でせーの、ありがとうございました。DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。